どうも、スワガンです。ということで、今回は、前回アップしたドリス選手の現在に続きまして、ピアース・ジョンソン選手の現在ということでね、ジョンソン選手もね、日本でめちゃくちゃ活躍してね、で、今メジャーでどんな感じなのか、ということをちょっと皆さんにね、知ってほしいということでね、今回ちょっとお話ししていきたいなと思います。ということで、早速、行ってみましょう。はい、ということでまず現在のジョンソン選手を見る前に日本にいた頃のね、PJ 選手をちょっと振り返ってみましょう。こちら防御率 1.38、 58登板、2勝3敗、40ホールドということで、2018年のねオフに日本に来まして、で1年だけだったんですけどね、この成績ですよ。いやもうこれ暴力ですよね。これ本当に圧倒的なねピッチングで、2019シーズンはオープン戦7試合に登板して全て無失点に抑えると、3月29日の開幕戦で公式戦初登板、この試合から5月8日のヤクルト戦まで16試合連続無失点で、阪神の外国人投手の開幕からの連続無失点記録を更新します。そして夏にはセ・リーグ歴代3位の12試合連続ホールドを記録、マイナビオールスターゲームにも出場し、その後の後半戦も安定したピッチングでチームのクライマックスシリーズ進出に大きく貢献したということで、シーズン40ホールドは最優秀中継ぎにはちょっとねなれなかったんですけども、阪神の外国人投手が来日1年目で20ホールド以上したっていうのがね、ジョンソン選手が初めてということですし、2007年のウィリアムス選手が1年で42ホールドなので、もうこれ令和のウィリアムスですね、これは。はい、もうそれぐらいすごいということでね、さらっと紹介しましたけど、ここからが本題です。今何しているのか。ジョンソン選手は去年の12月に阪神から自由契約となり、交渉打ち切りの5日後にサンディエゴパドレスと2年500万ドルで契約します。だいたい 5.3 億ですね。えぐいですねこれは。で2年ぶりにメジャー復帰を果たしたということで、そんなジョンソン選手の2020年の MLB の成績がこちら。防御率 2.70、 24試合3勝1敗0セーブ1ホールド、奪三振が27ということで、最初は良かったんですけども、8月16日の試合に登板しまして、アウト1つも取れずに4失点とかがあってね、一番悪い時で防御率 6.14 までなったんですけども、その次の試合から12試合連続無失点、9月なんかはね10回登板して1点しか取られてないですし、チームの2006年以来14年ぶりのプレーオフ進出に大きく貢献したということでね、ジョンソン選手ね人生初のプレーオフだったんですけども、ワイルドカードシリーズ、これは3試合やって2勝したら、次の地区シリーズってやつにね、いけるんですけども、ジョンソン選手3試合連続で登板しまして、2回と3分の1を2安打無失点5奪三振の好投でチームが地区シリーズに進出します。で地区シリーズは5試合で3回勝った方が、リーグ優勝決定シリーズに行けるんですけども、ジョンソン選手1試合目と2試合目に登板したんですけども、1試合目はね無失点ピッチングだったんですけども、2試合目に2失点しまして、チームもそのまま3連敗でプレーオフ敗退ということでね。ですが、最初のワイルドカードシリーズではね無失点ピッチングだったので、ワイルドカードシリーズのオールスターに選出されまして、人生初のねプレーオフ、もうめちゃくちゃ良かったんじゃないでしょうか。でジョンソン選手の今があるのも、ドリス選手同様日本でのプレーのおかげということでね、ジョンソン選手は決め球はカーブ、直球はそこそこだと思う、100マイルは出ないけどキレがあると思う、この2つの武器を駆使する、直球が向上したんだ、制球が良くなりストライクが多くなった、ストライクが入ればやっていけるとね、日本でやっぱちょっと制球が改善されまして、でストライクが取れるようになったと語っていましたね。これだけね NPB からメジャーに行って活躍できるってことは、これからも日本でね活躍した外国人ピッチャーがメジャーに行くっていうケースもね、増えていくんじゃないでしょうか。あんまり考えたくないんですけど、今年大活躍中のスアレス投手も、メジャー経験はないんですけども、メキシカンリーグ時代は MLB 球団もね獲得に興味を示していたということで、1年契約ですしね、29歳ってことで、寂しいですけどね、もしかしたら MLB もねちょっと狙ってるんじゃないのかなと、 MLB に行っちゃうかもしれないということですね。このチャンネルでは阪神に関する動画いっぱい上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さようなら。